はい、2019年11月28日、本日の仮想通貨時価総額、上位10トークにドル円の相場を考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、アメリカドル換算の203ビリオン、どうでしょう、10ビリオンぐらいザクッと上昇した。おそらくまあ4時間ぐらいはなんとか目処つけたんじゃないかなというところなんですけど、これ、アップビートがハックあったところは全く相場影響なかったんですね。無視して全体的に上昇してますけど、ただ冷やしレベルはどうかな、そこまでは多分戻ってないと思うんですけどというところで。それで日本円換算の時価総額いっても、こちらもどうでしょう、1兆ぐらい上昇した22兆3839億と。では順番に時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足どうでしょう、久々にプラス形状いけそうかどうかというところなんです。現在価格が82万ぐらい、4万5万ぐらい戻したというところ、おそらく4時間足レベルをなんとか蹴りつけたんじゃないかなと想像しますけど、ただこれ週足的に言えば 20MA 右下、ロウソクも 120MA 下抜いてます。別に環境的には変わってないですわね。まあ、こんなことをしながら多分ごちゃごちゃして下がっていくと想像していますけど、で冷やしていきますと、こちらがまだ遠いなというところなのが、 20MA が少し角度緩まって、一応ここ数日続いたレンジな動きはなんとか蹴りつけたまではいかんけど、ちょっと打破してたところですね。直近の高値ここら辺で言うと84とかか、そこは抜いてないけどそれに近いところ、83とかぐらいまではなんとか来たってことです。まだまだ浮かれる場面じゃないですけどね、これはね。利用時間いきますと、この足目線はなんとか蹴りつけたっていうのが、 20MA 右上になってロウソク抜きました。昨日の8時と夜12時、この8時間4時間足2本、これで蹴りつけていったってことですね。ただでもこれまたこうやってごちゃごちゃしてね、レンジが続くとあわわわわってなる可能性があるか、まあ一応4時間目線はなんとか上に行ったっていう認識で、日足はまだと、まあそんなに浮かれる状況じゃないよねっていうのを再三ね、口酸っぱくもう一回言っとくというところで、はい、ということですよ。イーサー。ハック受けたイーサーには別に罪はないから、そこまであれなのは、やっぱ相場影響は出てないってことですね。週足チャートで言うと、一番きついところが 7MA 右下向いたところ、ロウソクが完全乖離離れたところですね。安値もほんと切り下げそうなところで。一応は本日 4%、5% ぐらい戻して、ビットコインが 6%。まあみんな似たような数字で、おそらく4時間足レベルをなんとか戻したんじゃないかなと想像しつつ、冷やしていきますと、ここはなんとか 7MA に到達したのが、これであれか、なんだかんだ言って3日ぐらい戻してきたんだ。で冷やし一応 7MA 抜きました。ただ25は遠いです、角度変わってませんというところで、まだまだですね、ここら辺のところまで来んことやね。だからパーセンテージで見やね、なんかグリーンが目立って、お上がったんじゃねえかと思わせますけど、まだまだですね。で4時間いきますと、ここもそうだもんな、上がった上がった、4時間 25MA ロウソク抜いたといえど、水平右上まで行ってないですもんね。 7MA は右上向いて、ロウソクは一応上抜いとんですけど、25は全然角度ついてないもんな。いかに今までの下がったのがでかいかですね。25期間だから、ここら辺とか入るから少しぐらい角度ついてもいいかなと思うんですけど、まあ多分私の目線よりバイナンスチャートの方が正しいから、もうこちらの方が正確でしょうね。まあそんな相場環境は変わってないという認識で、はい。次はリップル。週足25指右下、7指も右下向いてます。ロウソク乖離離れてます。何より週単位で安値切り下げてます。一応本日 4% 近くは戻したんですけど、それでもあれか、週単位で見れば安値切り下げはまだまだ消えのですね。それで冷やしいきますと、こちらもなんとか7指に触るぐらいまでは戻して、ここ 2,3 日はなんとかプラスできたとこですか。単純にここで底が打ったとはまだまだ思わんですけど、やっぱ25触るぐらい、水平じゃなくても底ぐらいまで来んことにはね、もっとごちゃごちゃしたレンジ臭い相場にはなかなかならんですね。まだもう一発っていう可能性も含めますわね。4時間来ますと、ここもやっぱね、基準がまだまだ低いのが、ロウソク一応25は抜いたんですけど、角度が水平にもなってないですもんね。いかに今まで下げたのがでかいかってことね。25期間でそんなにね、プラス幅の貯金があるとこもないです。これ上がったって言ってもそんなあれだもんな、長いのつけとるわけじゃないもんね。闇は深いな、リップルはな。これでも時価総額ずっと差異によるとこがな、仮想通貨の低迷を歌っとるんですけど、はい。じゃあ次はテザー。チャート的に言うと、瞬間的に乖離離れたのが昨日の8時44分。それから似たような時間の9時4分と。まあ大体上がってたところに類似してますわね。ここら辺である程度固まって買われたもんで、まあドル建てのテザーも乖離が離れてったっていうところで、それ以外のところそんな大きな動きないですし、ニュース的な観点で言うと、テザー、ビットフェニックス、ステーブルコイン絡みは特にありませんというところで。はい、次はキャッシュ。あえてキャッシュと強調したのはこの通りで、バイナンスがビットコインキャッシュのティッカーシンボル表示を BCH に変えてたんですよ。ABC じゃなくなったんですよ。まあ、そんなんでチャート的にはまだ復活してないんで、他の取引所のチャート行きますと、週足はこの通り、細かくて見にくいな。そんな
なに大きな動きとしては変わってないですよね。 30MA 下抜いてます。こちらで言うと5と 10MA 使っとるんだ。前日換算では 5% ですけど、相場環境を変えるほどではないですね。冷やしいきますと、こちらは 10MA を使っとるんで、まあ 7MA とそんなに差がないというところなんですけど、 10MA なんとか冷やしレベルで触りかけたところですね。ただ角度が触っとるわけじゃないので、あくまで触りかけたっていうところで、それで4時間いきますと、こちらは逆に勢いあるのが、これ 30MA だけじゃなくて 60MA まで瞬間的な高値がたどり着いたんですね。リップルと違ってやっぱ基準が高いってことですよね。向こうは低いもんで、逆にね25とか7とかそのレベルでうろうろしてるんですけど、キャッシュのあれなんだね、基準が高いってことですよね。にしてもやっぱ慣れんとこの取引所来るとチャートが見にくいな。どれが何 MA かあれだもんな、調べていかなあかんもんな。まあめちゃくちゃ変わった動きはなくて、だいたい他のトークンと似かりよったりのところですよね。4時間足レベルで目処をつけてって、日足はまだまだ、週足は全然っていうところは変わりませんというところで、はい、次はライトコイン。週足25円目右下角度ついてます。ロウソクも7円目から離れてます。相場環境的には変わんないですね。前日換算では 4% ぐらいで、まあ大体アルトコインこんな数字前後ですよね。カルダノが 6% ぐらいでちょっと大きめの上昇しとるぐらいで、まあなんでこちらも相場環境的には週足目線では変わってませんと。で日足いきますと、25円目の角度は変わらない一方、7円目をなんとかロウソクが抜いたってことですね。角度変えとるわけじゃなくて、そんな大きな環境変えたわけじゃないですよね。あくまで 7MA をちょびっと上抜いた、角度は変わってないというところで、4時間いきますと、こちらもそうですね、 25MA をほんのピクリ右上向けただけで、一応はロウソク上抜きましたけど、めちゃくちゃ大きなってところはないですよね。一応4時間でなんとか目処はつきましたところで、もちろんねこのまま綺麗に日足から週足まで上抜けまで上昇していくので、まあ誰も想像はしてないと思うんですけど、どこであと引っかかるかですよね。はい、次は EOS。 週足25円右下、 7MA がそんなに角度はついてないんですけど、ロウソクは右下下がってますと。ここら辺の環境もやっぱ変わらんですね、全体的にね。25は角度右下ついてる、7の下にロウソクはいる。前日換算で EOS も 4% ぐらい上昇と、まあそんなに他のアルトコインと大差ないだろうな。冷やしいきますと、こちらも同様で 7MA をロウソクが抜いとるというだけで、移動平均線的には水平になっとるわけでもなく、25との乖離はまだまだあって、とりあえず7に触ったぐらいの認識ですよね。ここまでたどり着くのにまだ4時間で何遍もこける瞬間がかなりあると思うんですけどね。4時間いきますと、こちらもアルトコイン同様、25目ほぼ水平ですね。まあピクリと右上向いといっちゃ向いてますけど、一応は7の上にいて、25とは帰り離れてますけど、まだまだあれだもんな、角度ついとるわけじゃなくて、このまま綺麗に上げていくのも想像できんしな、捕まる可能性も高いわな。むしろこれは売っていく場面だもんな、25下抜いたら売ってこられるだろうな、そこまで耐えれるかどうかですよね。はい、と次はファイナンス。ニュース的なところでいくと、アップビットがハックされたイーサーとかに関しても、転送なんかあった際にはバイナンスを凍結するサポートしていくと、まあさすがなボスな、動きが早いな。チャート的に行きますと、 25MA が少し角度が緩くなったところですね。ただ 7MA は右下向いてます。ロウソク思いっきり返り離れてます。 99MA も下抜きそうですと。一応前日換算では 4% ぐらい戻したんですけど、週足的には全く環境が変わらなくて、ピンチはピンチと。で冷やしていきますと、こちらもやっぱ他のアルトコイン同様、 7MA をなんとかロウソクが抜いただけで、これは角度変えとるわけじゃないし、25との返りもまだまだありますね。どうのこうの言える状況じゃないですね、これだけでは。で4時間いきます。こちらも一緒ですね、25ほぼ水平ぐらい。一応は7右へ向いてロウソクその上にいますけど、帰りがそんなにあるわけじゃなくて、一発食らったらまたこれ25下抜いてたらやられるところですからね、まあ、やはり浮かれるのは禁物というところで。はい、じゃあ次は SV。 週足30MA、 7MA 角度変わらず、ロウソクは 7MA の下と、なかなかこれ 7MA ですら角度変わらないですね。これがあるかな、7に関しては。30はまだここら辺からですかね、抜けんかね、なかなかね角度変わらんだね、こんだけ食らってもね。一応前日換算では 2.6% ぐらい上昇と、まあ他のアルトコインよりは上昇幅は低いですけど、少しは戻したとこですかね。で冷やしていきますと、 30MA 右下変わらないも、 7MA をなんとかロウソク抜いてますと。これ 7MA 角度ついてるのがすごいね、基準が高いんでしょうねやっぱね。それで4時間いきますと、こちらもやっぱ基準の高さを示しているのが、 30MA 右上角度ついてます、 7MA も同様ですというところで、ごちゃごちゃしながらもこれ30より一応上によって角度はついてるんですもんね。立ち位置がやっぱ違うんでしょうね、リップルとかで低いってことなんだ、それだけ。ただこのままね綺麗に上げていくのはやっぱ想像できんので、特にこいつは動きが荒いんでね、上がっていく時も下がっていく時も早いんで、そこら辺だけは要注意ですわね。はい、じゃあ次はカルダノ。久しぶりにステラを叩き落として10位に上がってきたカルダノですけど、チャート的には何とも言えんな。25MA右下です。
7名も緩やかな右下です。ロウソクその下にいます。変わらんすね、本当にね。直近の安値でいうとまあ1年ぐらい遡りますが、これぐらいですよ。十分切り下げてもおかしくないところですもんね、水平当てがうと。で冷やしていきますと、こちらは他よりは若干戻しとるんだ。一応上昇幅が 6% 弱ぐらいというのが、7名が水平ぐらいになってその上ロウソク抜いてます。戻し幅がでかいもんで水平ぐらいまで持ってけたんでしょうね。実は25との乖離もかなり近くて、まあ、それだけね値が低い、ね、現在値が低いっていうのもありますけど、純粋なチャート的に言えばまだまだあれか、日足も近づいてきたとこですね。で4時間いきますと、とは言ってもここはあれか、水平ピクリ上向きぐらいか。一応は 7MA の上にロウソクはいまして、まあ乖離は離れて、確かにあれか 6% 近く上げとる分もある。ただそれでもやっぱあれだな、環境変えるようなわけじゃないもんで、日足でね状況変わっとるわけじゃないから一緒ですよね。やっぱねちょっと多く戻したぐらいで、まあやっぱ浮かれたかもなこれはな。はい、とそれで最後はドル円。例によって昨日の2時頃から追いかけていきますと、短期緩やかな右上、中期からも買い離れたところの109円1銭。そんなところを順調に右上じわじわ上昇しながら、ロンドン入って1回短期下抜くんだ、8時とか。でも109円1銭で耐えてます。水平下向きまで行ってません。それが夜10時とか。で、再度短期は抜いて109円2銭。そっから帰り離していきますね。ニューヨーク入った日付変わったとこ、そこら辺でまあまあ割と長いのつけて109円3銭とか、帰りも離れて夜中順調ですね。夜中食らわんねこれね、順調ですね。朝方アジアまで行くんだね、行くんだね、行ったんだね、行ったんだね。これで朝方5時109円5銭。ただその後朝8時ここで食らったんだ、1回短期下抜けまで行って109円3銭。そっからじりじり上昇して、なんとか朝11時お昼って言った方がいいか、109円4銭ぐらい、短期触れるかどうかぐらいまで戻す一方、その後そんな伸び悩んで、現在は短期下、角度右下です。109円4銭と。ただ中期との乖離はこんだけ離れてます。まあ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 、貯金ができてきたとこですね。冷やしいきますと、こちらは一気に行ったのが、中期角度つけました。短期急角度になりました。ロウソクの安値も乖離離れました。まあ安全地帯、さらに飛んでたとこですね。現在でと109円4銭5銭見えるところ、まあもう一発いけてね、もう一つ上のね場所へ飛んでいけるかどうかなのが、週足行くとまあ行ったんじゃないかなというのが、短期再び角度ついて、何より安値の帰り少し離れましたね。まあこれがあれだな、私が枕を高くして寝れるようなとこですね。さらにこれ瞬間的な高値が中期半分ぐらい上抜きまして、これで中期を安値返り離れるぐらいまで行くと、まあもう一回ムーンが見えるところでしょうね。110円がやっぱ視野そこら辺ぐらいでしょうね。ただそこら辺に来るとね、そろそろ停滞を考えなかんというところで、まあもちろん今回に至ってはね、さらに中期を角度つけて登っていくっていう可能性もあるのは否定できんですけど、単純な過去の傾向からはまあここ抜けてもうちょい行くと思いますけど、そろそろ手仕舞いな頃を視野に入れてみとかいかんのかなーってとこですね。まあ何にせよ今安全地帯にはとりあえずたどり着いたんで、ちょっとは安心して見とれるでしょうというところです、ね、はい、ということでそんな感じに聞きまして、ドル円はまあ安牌状況、仮想通貨的には全体的に似たような感じで戻して、どれがどのトークンがどうのこうのという状況じゃなくて、4時間足レベルはまあ目処つけた、日足はまだまだ、時価総額的には10ビリオンぐらい、日本円換算で1兆とかそれぐらい戻してっていう状況で、一応ビットコインに戻しましたけど、全部似通ってますね大体ね。アップビートが受けたハックに関するところも相場影響はほぼゼロに近くて、イーサリアムに関してもね別に脆弱性があったわけじゃないから全く無風な状況で、まあ、相場影響はほとんど関係ないところですね。ただここら辺もねやっぱね4時間抜いてたからって綺麗に上げていくのは想像できずに安心できない。まあそりゃそうですよね、週足レベルがねトレンド変換しとるわけじゃないし、日足だってまだまだってところでね、これ上昇していこうとしたってこの何ヶ月もまた食らう可能性高いから、まあ、そこら辺をねチャート見ながら見極めしましょうということですね。相場的には今、まあ、ドル円が簡単なブルーになったけど、あちらもやっぱね SV 同様荒いんで、手仕舞いをするタイミングをそろそろ考えてもいい頃かなというところで、はい、ということでそんな感じ、以上2019年11月28日本日の仮想通貨時価総額の上位10等級にドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。